今日もお疲れ様。二人ともまたね。おう、また明日な。んじゃ、俺たちも駅に。お、どうしたトウヤ、妙にそわそわして。ああ、いや、俺たちがイベントを主催すると思うとワクワクしてしまってな。家に帰ってからもあれこれ考えてしまいそうだ。気持ちはわかるけど、ちゃんと休めよ。明日からイベントの内容詰めていくんだからな。会場やら瀬戸利やら、何より一緒にやる連中を決めなきゃならねえ。ああ、そうだな。ん？この声は。あいつ。ここの子、なかなかうまく出ねえな。ん？よう、アキトとトウヤか。今帰りか？おう、そっちは練習か？こんな遅くまでやってるなんて珍しいじゃねえか。おう、最近の俺は気合が入ってるからな。でかいイベントにでも出るのか？そういうわけじゃねえけど、まあ、あれだな、最近のお前らがすげえから。どういうことだ？だからつまり、ああ、お前らやトウノを見てるうちに俺ももうちょっと頑張ってみっかって気になったんだよ。ラットウィーケンドを超えるなんてどう考えても無理な話だって思ってたけどよ、お前ら見てたら案外夢でもないんじゃねえかって思えてきて。まあ俺もミュージシャンの端くれとして、やっぱ人生に一度はすげえイベントやってみてっつうか、とにかくお前らほどじゃないにせよ俺もちょっとはそう思うようになったってことだ。ふん、お前がね。なんだよ、おかしいかよ。いや、何もおかしくねえよ。じゃ、次はお前もライバルだな。対戦で当たったら覚悟しとけよ。ああ、全力で挑ませてもらう。おじゃ、練習してるところ邪魔したな。頑張れよな。お前らも気をつけて帰れよ。まさかあいつがやる気出すとはな。嬉しそうだな、アキト。あ、そうか。まあ、ラッドウィーケンドを意識するやつが増えたってのは嬉しいかもしれねえな。俺たち以外だと遠野さんの他には見かけたことがなかったからな。遠野か。タイガさんに負けてからはこの辺りで歌いまくってるって話は聞いてるが、今頃どうしてんだろうな。あれからもうどれくらい経ったかな。タイガさんに負けてから。新た、ラッドウィーケンドを超える気なら俺だけは忘れるな。え？この街を見ろか。ビビットストリートのイベントにはできる限り参加したし、出入りしてるミュージシャンともほとんど顔を合わせた。街だって裏路地を全部覚えるくらい歩き回ってる。だけど結局あの時のタイガさんの言葉の意味はわからない。メッセージ、こんな時間に一体誰が。あ
いつ来るのか、またここに。なら余計にいつまでも悩んでるわけにはいかないな。そうじゃなければ俺はあいつに。ビビットバットスクワットがイベントを主催するのか。当然だろうな。ラッドウィーケンドに近づくためには通る必要のある道だ。俺もいつかは。そういえば今までもたくさんこの街のイベントに参加してきたけど、同じようにラッドウィーケンドを超えようとしてるチームとイベントを作ったことはなかった。もしかすると何か新しい発見ができるかもしれないな。